で今日は Pandas の後半です。前半は、えっ、ー、と、前回やって、えっ、ー、と、Pandas の後半です。どっからやるかっていうと、えー、データ型の変更、うん、というのと、まあ、あと、簡単な文字列の操作について、まあ、例を示しながらやろうと思います。で、えっ、ー、と、データフレーム何だったかっていうと、こういうやつでした。 えー、データフレームというのは、行、えー、側、これがインデックス、ね、と、列側、この列には名前がついていて、えー、英語で言うと、コラム。今いっぱいあるんで、コラムです。こっちがインデックスって言うんでした。ね、で、この各列、列を1個見ると、ここに入っているこの数字の方、値の方は、みんな同じ型をしている。 この型って概念が大事で、全部同じ型だから、えっ、ー、と、何倍で、えっ、ー、と、高速に処理できる。で、型を見るには、えっと、D タイプ。データのタイプだね。D タイプという、えっ、ー、と、データフレームの属性を見ればいい。属性っていうのはこの点の後ろに、カッこなしている D タイプス。うん、D タイプス属性を見ると、これ読んできたドリンクスっていう、なんか、あの、各国が、 どのぐらい酒飲んでるかっていうデータフレームを読んできて、見てみると、えー、こんな風になってる。カントリーはオブジェクト。オブジェクトっていうのは、まあ、一般、何でもあり、何でもないです。いろんなものが混じっているとオブジェクトになる。で、も文字列もオブジェクトで出てる、うん。で、ビアサービングとかは、イント64、イント64、イント64。整数なんだね。で、えー、とトータルリターオブピュアアルコールっていうのは、フロート。不動小数ですコンティネント。大陸はオブジェクト。 というふうな感じで、データのタイプを見ることができます。で、このビアサービングっていう列は i n t 64になってるんだけど、まあ、あの、フロート型に変えたいなっていうときは、この s t タイプというメソッドを使います。で、で、どうやってやるかっていうと、これが元々のデータフレームでドリンクスってやつでした。ここまでがデータフレーム。 でドットをやると、列にアクセスできる。だからビアサービングス列。えっと、列へのアクセス、アクセス法は、このドットでやる方法と、ここに辞書みたいにカッコで括くって、中に文字列を入れる。まあ、どっちでもいいよって話をしました。でこの場合、ドットでアクセスしている。で、それの列、列をこれで、えっと、ビアサービングと1個の列を、 抽出してきて、でこういうのを、えー、シリーズっていうんだったね。シリーズ。シリーズの、あと、まだこのドットレスにげてくね。これ、シリーズに対して、a s t y p e という、えー、メソッドを適用するメソッドあ。関数みたいな。で、引数にフロートっていうふうにして、えーと、不動小数点数型っていうのを指定してあげると、ここにちゃんとフロートって出てくる。いいかな。もう一回 d タイプ e s で見てみると、これ出てくる。 で、えっ、ー、と、いちいち読んできてから変えるのは面倒くさいっていう場合は、読んでくると同時に変えることもできます。その時はえっ、ー、は、引数、これ、これ、カッコここからここまでだから、最初の引数、これちょっと、あの、さっきと違うんだけど、ちょっとこれ気にしないでください。さっきと同じやつ入れてもいい。ちょっとこれ、ビットリーといって、 えー、省略した URL を作るサービスに飛んじゃってるんだけど、まあ、同じんです先と同じでいいで、そこで、この dtypes っていう引数、このカッコの中は開業してもいいのね。最初の引数は、えっ、ー、と、ファイル名っていうか、えー、URL だね。場所、どこに置いてあるか。もしくはファイル名を入れて、dtypes という引数です。引数に、これは、えっ、ー、と、辞書を言います。このカッコ、波カッコは辞書でしたね。辞書はキー、 っていうのと、値を、このコロンですね,ね。ビアサービングはフロート、えー。スピリットサービングもフロートにする。というと、ちゃんと、えー、スピリットサービングとビアサ,サービング、両方ともフロートに変換されている。こういう方法もあります。はい。で、これが、えっ、ー、と、そのもう一回データフレームを最初の5行だけ見る、ヘッドメソッドを使ってみると、 えー、ビアサービィングがちゃんと点ついてるよね。フロートになってる。あとは整数になってる。ということがわかると思います。いいかな。あと、ついでに、えっ、ー、と、文字列。<laughs> この中のこういう文字列、ね、に対して何か操作をしたい。っていうときは、えー、さっきと同じようにドリンクスというデータフレームのカントリーという、これね、カントリーという、えー、列に対して、えー、str、str とはストリングのことです。 文字列のこと。で、この、えー、とシリーズに対して str とかやるとストリングアクセサ e って、まあ名前はどうでもいいんだけど、こっちの、えー、とこれメソッドね、文字列に対するメソッドで upper というのがありました。ね、文字列に対して upper というメソッドをやると、小文字が大文字に変わるんだねで。こういういろんな文字列に対するいろいろなメソッド、たくさんあったと思います。よく使うのは、えー、と文字列を何かで、えー、カンマとかで 中に入ってたらそれで分けるとか。そういうのはよく使うので、まあ何でも使います。文字列に対するメソッドが全部使えて、この場合はアッパーってやるんで小文字が大文字に変わる。で、変わったものをドリンクスのカントリーという、ま同じ名前ね。こっちのやつとこれは同じものです。で、この列にこれ代入するということをすると、ここが変わります。いいでしょうか。 でえっと、練習問題があるのでやっといていいくださいで次も、えっと、そういう、えー、データのタイプを変えるというのの続きなんだけど、実際の問題を解くとき、特にサプライチェーンの問題を解くときには、よく使うのがこれです。デートタイム。デートっていうのは日,日だね、えー。タイムっていうのは時間だね。日付、えー、時刻型って言われるものに変更すると、いろいろ便利なことができる。 日付に対して特別ないろんなメソッドが準備されているので、とても便利です。でそのためには、このデータフレームを読んだときに、これ UFO のデータだったね。UFO のデータを読んだ後で、えー、UFO のデータタイプ見ると全部オブジェクトになっている。このタイムまでただの文字列と思ってしまっている。これが困るので、デートタイム型に直します。でその場合は、えー、とデートタ,タイムに変換するときは、アズタイプじゃまずくて、えー、パンダス、 これ、あの、すでにもよ読んであるとしましょう。これ、Pandas モジュールを importPandasAsPD という、えー、別名で読んだ。これは、えっ、ー、と、モジュールの名前ね。パッケージの名前。Pandas の、えー、toDateTime っていう関数が準備されてる。これね。Pandas の toDateTime っていう関数で引数に u o というデータフレームの、えー、これかな、えー、?time、time っていうのがありました。time という列を 持ってタイムって列を持ってきて、えー、そのタイムという列、ここに書いてる、こういう、これただの文字列なんだね。で、これをこの関数で日,日付時刻型、デートタイム型に直したものを UFO のデートタイム、これ新しい列に代入する。ってことすると、こっちが日付時刻型になる。1930年6月1日の22時。っていうふうにえ全部、で見、見た目は変わらないんだけど、こっち文字列、こっちデートタイム。 でその代わり、えーと、デートタイム型にすると、後でいろんな便利なことができます。でこれ新しい列が追加されて、デートタイム64、えー、NS ってナノセコンとかね、えー。というので、まあ、かなり細かい時間,時間、時刻単位まで、時間単位まで取っておけるような型。で、この型があるとな何便利かっていうと、例えば、えー、今のデータフレームのデートタイムという列まで列だね。 のに対して MAX ってメソッドをしましょう。MAX ってやると、まあ、一番大きい、一番最近の、えー、時刻になって、同じように m i n ってやると一番小さい値になるで。それを引き算。引き算ができる。でえー、と普通引き算というのは整数とか、えー、不動小数点数に対してするんだけど、それが、えー、日付時刻型、デートタイム型にも使えるように Python は設計されていて、でそれを その帰り値っていうかね、これ、えっ、ー、と、データタイムからデータタイム引くと、時間の差の形を、タイムデルタっていう形の、えー、まあ、オブジェクトになります。この前名前もタイムデルタなんだけど、でその時刻の差のオブジェクトに対して、セコンズとかね、こう,うえっ、ー、と、時間の単位を表す、えーまあ属性を入れることができて、これ見ると7140セコンズ。あれ、随分少ないな。<laughs> というのが、まあ、あの出てくる。なんか間違いかもしれない。 もっとどんどん大きいと思うんだけど。えー、で、えっ、ー、と、で、この日付時刻型、今、あの一番右,右側に新しく作りました。で、インデックスはただの、えー、ゼロから始まる整数があのデフォルトだから、規定したから、そうなってました。で、このデートタイムというのを日付時刻型というのをインデックス、インデックスってこっち、ね、その人、人っ字になってる。 インデックスに設定しておくといろいろ便利なことができます。で、インデックスに設定するためには、えー、セットインデックスというメソッドを使います。で、どの列を、これ、列名、えー、この列。最初の引数はデートタ,タイムなので、デートタ,タイムという名前の列を変換して、変換すると、これ変換した新しいデータフレームが返ってくるんだけど、インプレイスという引数だね、を true にしておくと、まあ、そのまんま、 そのまんま、今のデータフレームのをもう消してしまって、えー、その場で、この、ここをインデックスとした新しいデータフレームに置き換わる。まあ、そうするとメ,メモリがちょっと少なくて済む。というのがあるので、えー、インプレースイスティコールトゥルーにすると、まあ、そのまんま UFO というデータフレームが、デートタイムをインデックスにしたものに置き換わりました。で、これすると何便利なのっていうと、これもよく使うんだけど、 UFO というデータフレームに対してリサンプル、サンプルし直すっていうメ,あのメソッドがあるんだねで。これやると何できるかっていうと、ここの引数で与えた文字列によって、えー、集約をする。集約っていうのは、今何時何分何秒まで入っているんだけど、同じ分を持っているデータは全部同じものとして、えーまあ、カウントしてしまう。うん、というので、集約してくれて、そのカウント カウントってことは、その、入っている、その、同じ、これ、え、M だからあれだね。マンスのことかな。ひ、ひでやりたいときは、いいかな年でやりたいときは、イヤーを入れればいい。で、え、マンスのこと。月。月単位でカウントし、カウントを取り直した。新しいデータフレームを作、リサンプルによって作って、集約によって作って、これまだなってないんだけど、プロットっていう、データフレームに対して、 このえっ、ー、と、カウントしたのも新しいデータフレーム。てプロットというメソッドをすると、うん、後でやるけど、うん、マットプロットリブ。マットプロットリブっていうライブラリーがあって、それで、まあ、その場で、まあ、簡単に描画をしてくれる。もっと凝った描画法も後でやるけど、とりあえず簡単にするんだったら、データフレームにプロットってやると、ちゃんとこんな風に書いてくれる。えー、UFO の目撃数というのが、えっ、ー、と、それぞれの、えー、 列、列の名前いっぱいあったね。シティとかなとかってあったよね。シティ、シティに対してとか、カラーレポーティッドとか、そういうのに対して、こうやって出してくれるで。タイムは全部入ってるから、タイムが一番大きいんだけど、あとのは、データがないのもあったよね。何、何、何番。何のところはカウントされないので、えー、まあ、一番少ないのは、えー、色かな。色があんまり入ってないってことが分かります。いいかな。で、 今、電子、まあ、問題。今度はデートタイムイヤーとかデートタイムウィークデいとかいうので、なんかやってねっていうのが宿題です。で、今まではデータフレームはどっかから読んできて使ってました。で、新しくデータフレームを作りたいっていう場合もまあよくあります。で、一番簡単な方法というのは、他の辞書とかね、まあ、いろんな方法があるんだけど、私がよく使うのはこの辞書を使う。 辞書えー、ディクショナリーだったね。で、ディクトってやってもいいんだけど、ディクトってやって、えーいい、辞書作,作れるんで、一番簡単なのは波ッコを使って、キーとコロンを打って、値のをたくさんこう繋げていのが一番簡単。で、キーに入れるのは何かいうと、キーに入れるのは列の名前です。これね。列名。列の名前をキーにする。で 値は何かこの場合、リストになっています。値の方はリストになっていて、これが、この、ここに入るやつ。その、ネームという列に入っている、この値が、えっ、ー、と、この辞書の、この、えっ、ー、と、値の方。順番に並べて、上から順番に0、1、2っ入っていく。で、必ずこの長さは同じじゃなくちゃい,かな,いかな。で、カラーっていう列を作って、イエロー、ブラック、ホワイトってやると、こういうデータフレームが作れます。 えっと、ちゃんとデータフレームを生成するための関数。えー、これだね。えっ、ー、と、アンダスのデータフレームという、えー、これ大文字始まってるので、クラスです。データフレームを作るクラスで、引数として辞書を与えると、こういうの、こういうデータフレームができる。という仕組みです。いいでしょうか。で、他の方法もあるんだけど、まあちょっとめんどくさい。えっ、ー、と、リストのリスト。これだね。えー これが最初の、えー、行。行。ピカチュウはイエロー,、えー。ミッキーはブラック。ピーはホワイトってねか。行でリストを入れて、そのリストを2つあるね。入れ子になっている。リストのリストとして入れると、えー、このデータフレームの値のところがね、バ,バリューのところは定義できる。で、列名が定義できないので、後で、えっ、ー、と、これ作るときに、リストのリストを引数として入れると、ちゃんとここの リストのリストは、えー、この部分だなっていうのを理解してくれて、えーと、こういうデータフレーム作るんだけど、列名はここに入れます。コラモンズという引数。引数に列の名前のリストとして入れると、ここに入る。いいかな。まあ、こういうのもできる。で、えーとまあ、よく数値、科学技術計算だったりすると、まあ、大量の計算を何倍でやっといて、その結果を、えー、とデータフレームに して、で、まあ、そ、そっから、えっ、ー、と、データフレームを、まあ、保存もできるし、さっきやったように、プロットで可視化もできるしっていうので、まあ、変換したい場合がその時は、えっ、ー、と、まあ、似た感じなんだけど、こういう、えっ、ー、と、これ、ダイスって大文字になって、まあ、本当は大文字のほうがいいのかな。えー、これ、ナンパイです。インポートナンパイアズ NP という、別名でも、えー、読んであるとして、ナンパイのランダムっていうのがありました。乱数を発生させる、えー、モジュールね。の、ランドイント。 ランドイントっていうのは、1以上7未満。最初の引数以上、えー、次の引数未満。こから1から6まで。サイコロ作りたかったら、1カンマ7ってする。で、次に、えー、っと、シェイプだったね。覚えてるかな。で、サイズ52ってやると、5行2列。5行2列のナンパイの、えー、ND r a イがね、えー、配列を作ってくれる。それを引数にします。ね、で、やると、さっきのリストとリストと同じ。リストのリストのリストと同じ。 感じで、まあ何倍もリストのリストみたいなもんだから、ここに入れればいい。同じように列名はダイスワンダイスみたいにして、えー、コラムぜ引数で入れてあげる。ってやるとこういうのができる。いいでしょうか。で、まあ同じなんだけど、コインを5回投げるっていうと、0、2ってやればいいんだね。えー、コインは0、1で表現できるから、5回ランダムでやったやつで、列名はコイン1、コイン2というのを作っておく で、なんでこ、なんで二つ作ったのっていうと、このデータフレームを合体したものを作りたいっていう場合がたまにあります。で、この合体するための、えー、メソッドは、このパンダスに入っているコンカット、コンカットって言ったらコンカティネーション。コンカティネーション。と言って、まあ、あの、くっつけるってことです。コンカティネーションをすればいい。で、 えー、ただし、今作ったこのダイスのデータフレームとコインのデータフレームをどっちにくっつけるのっていうのを指定してあげる必要があります。そのためには、まに、あ、やったように軸を表す、えー、引数でアクシスっていうのがありましたで。アクシスは行。行の方は0。列の方が1でした。で、アクシス1ってやると横にくっつける。でこれで、まあ、一番簡単なデータフレームのくっつける方法はコンカットという関数を使えばいい。 いう話で,すで、実際のデータフレームの結合の場合は、よりあのめんどくさいっていうかね、いろんな、えー、ケースがある、単にコンカットしただけではうまくいかない場合が多々ある。そのために準備されているのが、マージっていう関数ですで。例として、こんなデータフレームを作りました。データフレーム1っていうのは、えー、と名前が この3人。好きなおもちゃがこの3つ。データフレーム2っていうのが名前がこれ。ニューギルミがこれ。で、こっちは好きなおもちゃとこっちはニューギルこの2つのデータフレームを合体させたい。というときには、これ実はこんな風に、これ、えっ、ー、と、集合の、えー、ベン図かななっていて、ドラちゃんは両方に入ったね。このドラちゃんをどう扱うのか。で、左側、こっちが左ね。こっちから右側。左側の えー、データフレームに入っている、この二人だけ、こっち、えー、こっちは、こっちも二人。で、それをどう扱うのかっていうのが、いろいろ、えー、引数で変えることができます。で、えっ、ー、と、マージっていう関数があって、データフレーム1、データフレーム2って引数にして入れた後、これです。オンという引数。これがキーです。で、オンってやると、えっ、ー、と、これね、名前で合併してね。名前で合併してね。っていうのを指示できる。 で、次、はどのようにして。どのようにして合併するかっていうので、いろいろ変わってきます。名前に見るんだけど、名前見るとこんなベンズになっているので、えー、インナーってやると、インナーっていうと、これです。共通集。ドラちゃんだけができてくる。で、おもちゃとぬいぐるみという、この列がここに入ってくる。ね、ネームで、えー、と合併してインナーだからで。アウターってやると全部です。全部。この、えー、1、2、3、4、5。 ね、ドラちゃん共通だから、出て、出てきて、合併してくれるんだけど、えー、こっちのデータフレームに入っている方は、ぬいぐるみの情報がないので、何になるった、ナ,ッナンバーあ。元からナンバーではないんだけど、えー、データが欠損値である。入ってませんよってのを表すのが何でした。あ、これ,これも何になんいいかな。で、えっ、ー、と、ハウをレフトにすると、こっちだけ。 で、こっちだけで、こっちの名前で入っているものだけを出してきて、その代わりこの縫いぐるみという列が追加されて、ない場合はないある場合はこれ。というふうに、えーまあ、合併することができます。まあ、実際にやってる図がこれなので、まあ、自分でも確認してみてください。はい。次がピボットテーブル。ピボットテーブルってのはエクセルとかにも付いていて、非常にき、あの、 い,いろんなそういうデータをそのマニュプレートするための、えー、システムには大体入っていて便利なんですけど当然パンダスにも入っていて、まあ、非常にあの洗練されていてしかも結構早い。で使い方は前ちょっとやったグループバイに近いんですけどまあピボットテーブルの方が洗練されているのでまあ私はグループバイより、まあ、こっちの方よく使います。でピボットアンダースコアね。 アンダースリーをアンダースコーン入れて、ピボットテーブルって関数。で、えっ、ー、と、扱うのは、これだね、えっ、ー、と、ビデオゲームかな ?V g の売り上げ、ビデオゲームの売り上げを表す。結構でかい、えっ、ー、と、データフレームです。すごい大きいデータフレームがあって、えー、ゲームの名前とね、プラットフォームと、えー、まあ、イヤー、ジャンル、 たくさんたくさんあるので。で、まあ、こういうのが、まあ、実際っぽいデータフレーム。さっきまでちょっとちっちゃくてつまんないんだけど、まあ、このぐらい大きいやつになると、まあ、いろんな操作を、あの、中身を知るために、いろいろな、まあ、加工をしなければいけない。その加工をするための一番基本的なのが、このピボットテーブルです。で、何をしたいかっていうと、えー、イヤこれだね、イヤーっていうのを行にしたい。で、列はジャンルにしたい。で、 集計したいのは、えっ、ー、と、世界中での売り上げ、グローバルセールとか、一番最後か、これだ。グローバルセールスという列の値を、えー、合計して、で、えー、新しい、えっ、ー、と、ピボットテーブルを作る、ていうか、新しいデータフレームを生成したい。で、どうすればいいか。これ読んできた後に、これをします。えー、パンダスの パンツスパッケージ、パンツスモジュールのピボットテーブル関数で引数はセールスを最初にします。これがデータフレーム。データフレーム、セールスというデータフレームを加工したい。値は、集計したい値はグローバルセールスという列名でした。インデックスがいいや。これだね。これ、インデックスこっちになってる。こっちがインデックス。で、コラムがジャンル、ジャンルこっち側はジャンルで、えー、アグファン アグっていうのはアグレゲーションと集約っていいです。集約関数。アグレゲーションファンクションはえサムにします。サムっていうのは合計を表す。ね。これミ、ミンとかすると平均になったり、マックスって言うと最大値になったり、いろいろ変えられます。で、えー、で、これ、出て、出てきたこの、この関数によって生成されたのもデータフレームなので、ピボットドットヘッドってやると最初の5秒だけが出てきて、まあ何もたくさんあるんだけど、えー、 まあ、あの、年度ごとに、どのぐらい売り上げてるのかっていうのが見える。で、これも、えっ、ー、と、プロットってやると、えー、こう、えー、ジャンルごとに、ジャンルごとに、えっ、ー、と、こっちがいいやん。だね。で、こういう線グラフが見えます。あ、ちなみにこれ、これは、あの、お、おまじないというか、マジックコマンドで、パーセントで始まるのがマジックコマンドで、マットプロットリベインラインってやると、 その場で出してくれるというえおまじないですこ。これやってからこれやると、えっ、ー、と、j ピ p y t e r ノーとか j ピ p y t e r l a b のそのまま出てくるわけです。で、これ見ると、まあ、あの、アクションゲームがこの辺で伸びて、どうなってるかっていうのが、まあ、軽く分析ができるわけです。もう少し詳しくするために、さっきの、えー、クラス分けをしたような、えー、クラスという、えー、データフレームを DF という名前で読んできて、まあ、実際はこういうやつなんだけど、 これでもう少し解説します。これ何かっていうと、えー、インデックス、うん、えっ、ー、とあ、この場合あれだね。さっき、n ンダスのピボットテーブルという関数を使って、そのデータフレームを引数として、新しいデータフレームを生成しました。で、データフレームそのものに、そのものにもピボットテーブルという関数が付いていて、えー、これは、このピボットテーブル、あ、違う。このデータフレームはそのまま加工してくれる。まあ、どっちでもいい。 でイ、インデックス。で、この場合は、えっ、ー、と、データフレームの引数いらなくて、インデックスが、これね、クラス名にしたい,い。犬組、猫組で分けたい。で、コラムズで、えっ、ー、と、性別、うん、性別にしたい。別。こっね。女男だこれで、えっ、ー、と、2行2列で、こう、ば、ばあけできる。はずなんだけど、さらに、えっ、ー、と、値は身長ね。身長をここに入れたい。 で、えー、アグファンク。さっき、あの、文字列でサムってやったけど、これサムって関数も Python に準備されてるので、まあそのまま入れてもいい。ね、で、サムと Max、両方やったこのリストね、二つやると、実は二つ上に作ってくれます。こっちが合計。こっちが最大値。で、作ってくれる。まあこういう便利な、あの、使い方も。だから、こう、総別になるんだね。総別になうん。で、こう、 これまた違うやつかな、えーと。インデックスにクラスネイト性別を入れて、えー、バリューに伸長してやると,、えー、と、ちなみにこれ 2, 2つの、えー、とインデックスになっているのはマルチインデックスと言います。このマルチインデックスとか結構パンダスでは敷居が高いというか難しいんだけど、マルチインデックスにはレベルっていう概念があって、最初にやるのがレベル0、1、まあ。Python の場合は全部0から始まるので。 で、まあ、こういうのは、ピボットテーブルで作れるんだけど、この後加工しようとすると、結構めんどくさくて、えー、こういう、めったに、<laughs> テキストには載ってないような、えー、コマンドを使う、メソッドを使う必要があって、これ、えっ、ー、と、ここだけ切り出したい。えっ、ー、と、ここだ、これで切り出したい。これで切り出したいとかね、いう場合があります。で、そ,そ,う,そういう場合はどうすればいいのかっていうと、これ、えっ、ー、と、 XS、多分クロス、クロススライスかクラス、スライシングって切り出したりする。使いましたよね。で、クロススライシングで、えー、アクシスは0。なお、行側で、レベルは0。いや、これやっぱり違うな。レベル、これちょっと間違えてる、ね。レベル0でやると多分これ犬とか猫になると思うんだけど、クラス名で、えっ、ー、と、切り出してくる。ちょっと図が違ってるけど。えー、ということができます。うんだね、これが正しい、えー、ものです。 違うね。これも女男になってるね。ちょっと今、ここだと実行ができないんだけど、何か勘違いしてるのかもしれない。うん。まあ、あとは実際にやってみ、やってみてください。レベル0。レベル0で切り出すっていうと、うん猫組みを、そうか。ごめん。猫組ね猫組みをき切り出した後にあの、レベル0だからこれになるのか。はい。ということです。 で、えっ、ー、と、もっと複雑なデータの例として、ポケモンのデータというのを準備してみました。これは普通に公開されているやつから、後で、あれ日本語の名前見れてない気がするんだけど。まあ、あの、ポケモンに対していろんな情報を集めている人がいたので、そのデータをちょっと加工したのが本屋の、ここにああと映画、映画のデータもあります。これも割と面白い。えー、ムービーデータって、まあ、有名なデータを持ってきました。 まあこのぐらい大きくなるとなんか分析して、してるなって気になるので、まあ実際に自分でやってみて、このぐらいの大きさのデータフレームでもすごく早くパンダスを使えば分析ができるんだなというのを体験してみてください。で、次は、えっと、フォーループか。で、えっと、基本的にはフォーループとかは使わない方が早いんだね。えー、ナンパイというのは、いわゆるその配列をそのまま計算してくれる。うん。あの、 配列対配列みたいなことをすると非常に早くできて、反復処理はしない方がいい。だけど、まあ、しょうがない場合がある。どうしても反復処理をしないと難しいなって場合は、まあ,あの、してもいい。で、いろんな方法があります。で、よくテキストとかに載ってる方法は非常に遅い方法。これは、あの、パンダス自身は早いんだけど、これ反復だけはどうしても遅くなってしまう。で、一応全部比べてみて、一番早そうな方法を2つ紹介しようと思います。 で、一番簡単で割と便利な方法はこれです。イテレタプルス。えー、イテレってのはあの反復ってことの、ね、イテレーション。タプルって知ってるよねこのカップでくくって、えー、やる。こうえっ、ー、と、配列の、えっ、ー、と、えー、イミュータブル版、普遍型のやつな。配列は中身変えられるので、ミュータブル、可変型。タプルをこっちです。で、イテレタプルス。 ってやって、これメソッドなので格好をつけてやってやると,、えー、と、文法は普通のフォールプソンです。こ,これ、返ってくるのが、えっ、ー、と、行です。各行が返ってくる。で、インこっちがデータフレーム。で、ドットのイテレタプスってやると、反復の中で、各列が、えー、列名を属性とした名前付きタプル。ややこしいんだけど、ネームドタプルっていうのが本当にあるんだね、クラス。で、各行のデータが全部、この、 この情報として入っていて、この行、この列か、この列にアクセスしたいという場合は、この、えー、行のを表すものの、えー、これ、だから、えっ、ー、と、名前付きタブルだから、ドットなんとかですればいい、ね、列名にすると、この、えっ、ー、と行、この行のこの列にアクセスできる。それが各行ごとにずっと反復されてくるから、まあ、中身の自分の好きなところにいろんな加工ができる。です。で、 さっきのムービーデータを使ってちょっと説明しましょう。ねえー、ムービーメタデータ CSV っていうのを読んできて、ムービーというデータフレームを作っておきます。何がしたいかっていうと、えーだねえー、タイトルにスーパーっていうのが入ってきて、すごい低予算の映画だったんで、それを探したいっていうんだけど、まあ、あの、そのままデータフレームを使ってできなくはないんだけど、それのディレクターが知りたくなりました。どうすればいいかって言って、一番、 簡単なのは、えっ、ー、と、全部、順番に見ていってやればいいっていうので、これ使います、えー。ムービーのイテレタプルスで各行が返ってきます、ね、どうで、行が返ってきて、その行の、これ、ドットでアクセスできるっていうかね、ムービータイトルの中にスーパー、これ、これ文字列の、えっ、ー、と、何ていうのかな、ムービータイプの中にスーパーが入ってるかどうか。で、これがもし入ってたら、これがトゥルーになる。 例えば映院アップでやると映が入ってるからこれは true が入っている映院アップっていう、ね、かね。同じようにスーパーアン、えー、ロードットムービームービータイトルムービータイトルについて列の中にスーパーが入っていてかつアンドだね。えー、ローロロ,ローバジェットこの行のバジェットという、えー、なんだ情報が十、えー、万以下。 っていうのでもう全部、全部書きましょう。プリントすれば。で、な何,何が知りたいかってかというと、タイトルとディレクターの名前をプリントする。うん、でこういうのを、まあ、ループでぐるぐる回していれば簡単。で、出てくるのがこの2つ。えー、スーパーサイズ・ミーと、えー、なんオ,ーーんオール・スーパー・ヒーローズ・マスト・ダイ。で、こっちだと、うん。スーパーサイズ・ミーで、これがディレクターの名前だというのが分かる。で、こういうのは、えーまあ、非常に簡単。 あの反復しちゃった方が早い。ので、えー、イテレタプロスは便利ですよというお話。で、これ、まあ、あのイテレタプロスだけでもいいんだけど、えー、列がいっぱいある場合、列がいっぱいある場合に、角度が非常に長くなってしまう。でち,ょちょっと,、えー、っとスピードが遅くなるかもしれない。で、必要な列だけを持ってくる方法というので、えー、ムービーのムービータイトルでやると、これ、ムービータイトルという列だけで、列のシリーズが書いてくるんですかね。 と、ムービーバジェットと、ムービーディレクターネーム。まあ、使うのこの3つだから、この3つをこうくっつけて、あ合わせた、ジップという関数があります。これも関数、これパーシャンの標準の関数で、これとこの,この3つのシリーズをくっつけたものを反復するってことができて、これはどうなるかというと、タイトルがこれになります。ね、バジェットがここ、ディレクター。だから、この3つがそれぞれに対応して、パ、えー、イスの場合は、例えば、 A かまあ B コール、5、6とかってやると、A は5、B は6って代入されるんだねで。これは実際何してるかっていうと、これ実はタプルなんだね。タプルをタプルに代入していると同じなんだけど、タプルは、このカップは省略できるんで、A、B は5、6って書いてもいい。まあそれと似たような感じで、ジップ関数でこれをくっつけたものをここに持ってくる。インなんとかに。このインの後ろは反復。 が準備されているものとは何でもいいよくて辞書でもリストでも何でもいい、まあ、普通リストを使うんだけどこれは実は何でもいい、うん、イテレーターというようなものが中で実装されているようなクラスだったら何でもいいクラスのインスタンスだったら何でもいいということで、まあ、あと一緒ねあと一緒はいでまあどっちでもいいよって話 ZIP を使った方法はあのもう使う人がいるので、まあ、知っておいてもいいかもしれない、まあ、ZIP 関数自身は非常に便利なので、まあ、使い方を知っておいた方がいいかと思います で、これちょっと難しい練習問題。で、似てるレスを使うと、まあ簡単にできる。で、えっ、ー、と、まあこれも実際の場合よく使って、列名を変えたい、うん。列名を変えるっていうのを、えー、やるための、えー、とメソッドがリネームです。まあ名前の通り、名前を変える。引数はコラムズという、えー、引数で入れるのはまた辞書です。 えー、タイム、これの UFO のデータフレームで、えー、タイムというのを日付に書いて、シェイプレポゼットを形に書いて、そのまま置き換えてねっていうと、こんな風に、この列とこの列だけが名前が変わる。でこれ何ですかよく使うのかっていうと、えー、その会社の人、企業の人が、えー、データをくれたりすると、ここの列名がひどいんだね。全部わかりやすいような短い英語で、間にカンマとかが入ってないような。うん。あの、 分かりやすい英語の名前に変えるっていうのが、私が実際に仕事をするときの、まあ、最初にすることなので、まあ、このリネームなんていうのはよく使うので、知っておいたほうがいいとい。思いますはい、これで大体終わりで、であと、後ろに紹介してあるのは、まあ、今はもっといいやつもあるかもしれないんですけど、去年ぐらいまでで調べて、まあまあいいなと思っていた、簡単な、えー、GUI GU っていうのは、グラフィカルユーザーインターフェースの役で、まあ、画面付きでやりたいなっていう人という。 私は画面付きでやらないので、全部コマンドで打って、問題で打つと後で再利用が簡単なので、できるだけコマンドで打った方がいいんだけど、どうしても苦手って人には、Excel みたいに、うん、あの使えるような、えー、パッケージが出てます。これ PandasGUI っていうので、PandasGUI、えー、っていうのをちゃんとインストールして、インポートショーってやる,やると、もうショーってやるだけで画面が出てきたこに画面あるかえっ、ー、と画<面>あ、こんな画面。 が出てきて、きこ,ここを,えここをなんかクリックしながらなんかするとこっちに画面が出てくるという GUI が準備されているし、あとはいろんなデータフレームが入っています。えっと、パンダスグリーンのデータセットのところに、まあ普通のアイリスデータも入っていれば、オールデータセットってやると、オールデータセットっていうのはデータフレームの名前をキーとして、値を、まあ、そのデータフレームそのものとした辞書なわけです。非常にたくさん入っています。 ポケモンのデータもそこに入っているみたいな。えー、Google Play Store とか、Netflix とか、トランプのツイートとかね。まあ、有名なやつは大体入っているので、データフレームいろいろ、うん、あの、いちいち読んでこなくても、このパンダスグイだけ持ってくれば、いろんなデータで遊べる。ということになっています。えー、で実際にさっきの章っていうのを使って、すべてのデータフレームを、このアスタリスク2個だと辞書を展開するんだったね。 リストみたいなのを展開するときは1個。で、辞書を展開するときはこれ個。よくあの、関数の引数でよく使うよね。あの、の残りの引数全部これってやるときには、これ2つ使う。で、すべてのデータセットというのは、えー、辞書だったから、それを全部展開して、それをこの書さっきのパンダスグリーンの関数に入れると、これが出てくる。これ全部のデータフレームに対してクリックすると、こういう分析ができたりするっていうので、まあ、あの、 便利なパッケージです。で、えっ、ー、と、パンダスプロファイリングって、これも、あの、私もたまに使ってるんだけど、これは、えー、自分でマウス使ってポチポチするんじゃなくて、単に分析をした結果を、えー、HTML で返してくれるだけです。で、パンダスプロファイリングのプロファイルレポートってやって、ここにデータフレームを入れると、こんな、ま、いろんな分析を一見してくれる。うん、という、えっ、ー、と、HTML。だから、まあ、普通の、えー まあブラウザで見えるっていうのを返してくれる。で、まあ、普通にデスクライブってやっただけだと、まあ、わからないようなデータフレーム全体の、えっ、ー、と、まあ、データの分析、相関とかね、これね、これ、アイリスデータの、えー、なんだ、ペタルウィードスと何、えー、かの相関とかね、そういうのもあのいろいろ返してくれる。で、売り物だとタブローっていうのが割とよく使われていて、 セールスフォースかなっていう、もっと大きな会社に最近、すごい値段で買われたとかっていう、えー、タブローってのはこういう、まあ、高級なエクセルみたいので、えー、日本ではよく使われています。あのプログラムでやった方、やる人、もっと便利で、ただなんだけど、えー、タブローを使って分析している人は割といるんだけど、私はあんまり好きではなくて、えー、一時期ちょっと触ったこともあるんだけど、非常に使いづらいんで、イライラしてくるという気がする。 で、まあ、それとにに似たのがパンダスで欲しい、タラで欲しいときは PyG ーウォーカーっていうのもあったみたい。最近は使ったことないんだけど、えー、後でやるかもしれないんだけど、ストリームリットっていうね、えー、簡単に、えっ、ー、と、ウェブで、えっ、ー、と、なな画面付きでパッケージが作れるようなもの。うん。っていうのが、そ,それにも組み込めるって書いてあるね。でや,やったことはないんだけど、え今、ー、年の作った、あの、いろいろな、そのサプライチェーンの分析のための、えー GUI、ストリーミング一で作ったのがあるんだけど、それはさっきのこのパンダスプロファイリング使ってます。だからデータフレームを、実際の,あの会社のデータフレームを読んできて、まあ、最適化とかするんだけど、その時にデータを軽く分析したいなっていうのは、全部に対してこのパンダスプロファイリングをポチッと押すと、こういう結果が出てくるようなのを作ってたりします。本当はこっちやった方が綺麗っちゃ綺麗なんだけど、これが PyGU w a l k ってやつ。まあ、あの 時間ある人は試してみてください。ここにはあの問題は、あの練習問題はありません。まあ興味があればこういうの,も多いのがあるので試してねと。まあ最近だともっといいのがあるかもしれません。あのいいのを発見した人は教えてくれると加点をします。